サロンド森谷。サロンド森谷のコーナーです。さあ、この時間はですね、昨日までが今回の日本ツアーで全国でいろんなところで歌ってこられました、シンガーソングライターのカイル・ヴィンセントさんにお越しをいただいているんですが、はい、なんとですね、急遽歌っちゃうよっていうふうにですね、おっしゃっていただきましたので、はい、歌っていただけますか？あ、こんにちは。ああ、ちょっとだけ日本語ね、理解していただいてるんですが、ね、早速じゃあ歌っていただきますのがですね、新しいね、シングルが出て、そのタイトルがね、成田っていう。では歌っていただきましょう。カイル・ヴィンセントさんで、成田。Station, looking like a new sensation, with pink hair, long bangs, and a short plaid skirt. Your black eyeliner outlining, your beautiful dark brown eyes shining. You were the world's greatest flirt. Oh, we spent the day.Watching the cherry blossoms blooming Before I flew away You had my heart zooming Zooming, zooming, zooming Jimmy Sachi Narita's waiting for me Her face is sweet as candy I can't forget the girl I love Oh,Tokyo, I'll miss my Tokyo girl. Oh, oh. You took me back to your place, and on every wall was the face of every roller you had a crush on.Was like time had been frozen in 1970-something when love was simple, pure and young. Oh, we spent the night listening to your old 45s. Before I caught my flight, we made a promise to always keep our love alive.Is sweet as candy. I can't forget the girl I love, the girl I love. Whoa, Narita, don't you worry. I'll be back in a hurry. Just know I'll miss my Tokyo. I'll miss my Tokyo. She spends every Sunday at the local record store.Looking for a vinyl LP that you wore I used before As a lunchbox, AM transistor radio plays Yeah Narita's waiting for me Her face is sweet as candy I can't forgetNo, I'll miss my Tokyo I'll miss my Kyoto girl Narita's waiting for me Her face is sweet as candy I can't forget the girl I love Oh, Narita, don't you worry I'll be back in a hurry Oh yeah, just know I'll miss my TokyoYo, I'll miss my Tokyo girl
ただきました。ありがとうございます。改めましてカイル・ヴィンセントさんです。はじめまして。はじめまして。 Thank you so much。 お元気ですか？はい、元気です。素晴らしい。まあこんな日本語もお話しいただくんですが、はい、基本的にはね、そないにね、うん、日本語がお話しできるわけではないんで、一応ね、はい、通訳としましてですね、はい、ベースを普段は弾いてらっしゃる西村さんに入っていただきます、はい、よろしくお願いします。昨日、京都の大宮ブルーアイズで、はい、ライブが行われたんですが、西村さんもベース弾かれて、そうそうです、はい、弾かせていただきました。Sold out。 Sold out。 Full house。 ねえ、超満員のお客さんでということで、はい、ね、今歌の中で途中 1,2,3,4 も入れはるんですね。よくほら日本のね、歌手の人がずっと日本語で歌ってんのに、そこだけ 1,2,3,4 って英語入れる逆バージョンですよね。ずっと英語歌手の中で 1,2,3,4 を入れはるんですね。ちょっとプロフィールご紹介しておきましょうか。はい、今日のゲスト、カエル・ヴィンセントさんはアメリカ・カリフォルニア州のご出身です。シンガーソングライターです。1986年にポップグループキャンディーでデビュー。キャンディー解散後はソロアーティストとして活動されています。日本でも人気が高く、日本にまつわる曲も多く書かれています。というその一曲が、まあ、新しい、ね、シングルとしてリリースになった成田で、そしてあともう一曲が東京ガール。うん、ね、森谷さん写真撮られてる。成田東京ガール、そう、成田東京ガール、成田東京ガールで写真撮りながらね、本当にもう林家ペーパー子さんとかね。日本のことをこうやってよく作る話ですか、曲は。そうですね、来日するようになってから日本のこととても気に入ってるみたいで、特に広島のファンの方が初め読んだので、はい、広島に行った時に平和記念公園ですか、はい、に行って、そのペタルオブピースという平和に待つ、日本の平和のためにみたいな曲も作ったりしてます。いや、今回の来日ツアーもですね、はい、12月5日広島からスタートをして、神戸、東京、大阪、京都とね、ライブをしてこられたんですが、はい、日本のことが好きになったとか、そのきっかけってどんなところだったんですか？Translation。 Why do you like Japan? Many reasons. The food. I have very dedicated fans and friends here. Yeah. Many fans, many friends here. The country is built on respect. And I really appreciate that. And the trains are always on time. まず日本に来るきっかけとなった私から説明させていただきますけれども、はい、まずキャンディー時代からので、ね、古くからのファンが、うん、渡航費、滞在費全部出して、はい、カイルを日本に呼ぶことから始めたんです。あ、うん、というのが、カイルが本国の方でシングソングライターとして活動してるんですけれども、リビングルームショーっていう呼んでくれたらお宅のリビングルームまで行ってコンサートするよというプランをやってましてですね。アメリカで。それ、はい、じゃお金出したら日本も来てくれるんかって。うんうんうん。みんな行くよって言ってくれて、来てくれたことから始まってる。それがおよそ10年前。そうなんです。はいはい。それで、そこからはカイル本人が日本をとても気に入ってくれて、来てくれるようになったという形で。へぇキャンディー時代も何度か来日されてライブっていうのはあったんですか？これね、ノーいう顔してますね。sad, sad story. とっても残念な話がありまして。あら、どういうことですか？ Very sad story. Very sad story. December 30th, 1, 2, 3.December 1, 2, 3,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  1
曜日の。あの時ですか？いや、キャンセルになったんですよ、ね。キャンセルになったんですよね。うわ、何それ。その時代。そう。でもすごい。そうなんです、そうなんです。そう。3、
years later, 1年 no, 2 years later, 20 years later. 20年後に、やっと、やっと、2006年、やっと日本に来ることができることになって、来ることになって。キャンディー時代は、あの、一度も来てなかったんですね。来られなかったんです。すごい。まあ今はね、その平和をね、あの、伝えていきたいっていうところで、あの、911のことについても歌を作られてたりとか、まあそういった活動をこう、重きを置かれてるんですかね。そうですね。はい、曲もそういう形のが多いですね。はい、ねですんで、まあ広島のことを特に、あの、思いを馳せていただいてるっていうことですもんね。来日するたびに広島は必ず行って平和記念公園も行ってます、ね、そういうこうアメリカ人が、ねね、いらっしゃるっていうそのミュージシャンで、ね、やっていただくっていうのは嬉しいですよね。 Yes, I love the Peace Museum, the Peace Park. It's very, very emotional, emotional place to visit. 平和記念館、平和公園必ず行ってますね。あのこれで12月10日は京都教育大学附属の桃山小学校を訪れて、子どもたちとどんなことされたんですか。I was, what did you do in school meeting? Kyoto school. Yes, Kyoto school meeting. I played songs for them, and then I spoke with them about Hiroshima. They had, the children had so many great questions. They wanted to know American perspective. あの、一緒に子供たちとみんな生徒さんと歌ったり、それからですね、ちょうどその、6年生のと一緒にミーティングしたんですけれども、はい、その数ヶ月前にちょうどその6年生の皆さんで広島行ってはったんで、なるほど、だからそのことについての平和、子供さんの方からいろんな質問が、And then we talked about the environment. We talked about the environment and we talked, and then they played me music.We sang together. It was just, it was wonderful. あの、その他にもあの環境問題についてとか、それからあのシンガーソングライターしてるので曲の作り方とか、ね、どんなこと、すごいな、小学生ラッキーですよね。まあ、あの今回ね、今歌っていただいた成田東京ガールリリースになってますけれども、またあの今回一応これで来日ツアーが終わったんでアメリカに帰らはるんですよね、また来年も来ていただけるんですかね。When you will come back to Ketchup Japan? hopefully next year, I hope. Next year. できれば来年も。Now, next year is only, let's see, December 21st today. 10 days. 今年10日ほどしかないんですけど。今年はね、もう今年残り10日だね。I hope. ではあの最後にあのラジオ機の皆さんに、ね、はい、ヴィンセントさんからメッセージいただいてもいいですか。メッセージ for listener. Message for listeners is just どうもありがとうございます for always supporting my music and for my good friends over here who always take care of me and make me feel like Japan is my second home. あのリスナーの皆さんどうもありがとうございます。まずそれからそのファンの皆さんもあのありがとうございますって言ってます。はい。あのちなみにその京都でやるときはこの西村さんであったり、はい、この日本にいるミュージシャンがバック演奏しはったりするんですか。ほとんどソロですね。ほとんどあのピアノ弾き語りとギターの弾き語りがそれ。サックスフォン。サックス。もう分かるね。はい、で今回はあのキャンディーデビュー30周年ということで、特別にバンドでデビューアルバム丸ごと。やりました。はい、30周年。大宮盛り上がりますわ ね、 ねなるほど。通常はもうピアノ弾き語りとかで、ね、されるということですね。今日はねちょうど来日をされて、ね、はい、昨日が京都でのライブだったという、シンガーソングライターのカイル・ヴィンセントさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you. 最後にじゃあ1曲ご紹介してもらっていいですか。また会いましょう。エリアン、アリアン、アリアン、ではカイル・ヴィンセントさんでアリアン。ありがとう。Just last week
of battles and defense walls speak. I was younger and can't expect the world to never change, but I wonder if I saw her now, would it feel strange? I miss Ariane. I miss Ariane. I first seen good, ruined our first kiss. But I won't forget. She was smiling. Lonely Sundays bring me back to walks we used to take. I was hungry and dreaming about the life that we would make. I'm insane. ね、1985年の大晦日は来れなかったキャンディーではありましたが、うん、およそ10年前の2006年からこうして来日をね、はい、数多く重ねていただいているシンガーソングライターのカイル・ヴィンセントさんにお越しいただきました。曲はアリアンでした。